それではそろそろ始めさせていただきたいと思います。それではただいまから菅内閣総理大臣の記者会見を行います。冒頭総理から発言がございます。総理お願いいたします。新内閣のスタートと通常国会の閉幕にあたって国民の皆さんにこういう形で私の考え方をお伝えする機会が得られたことを大変嬉しく思っております。6月の8日に菅内閣が正式にスタートし、6月の16日に通常国会が閉幕いたしました。鳩山前総理が政治とカネの問題、そして普天間の問題の責任を取る形で辞任をされたことはご承知のとおりであります。私も鳩山内閣で副総理として、また財務大臣として総理を支える立場にあったものでありますので、支えきれなかったことについては、私自身、強く責任を感じているところであります。と同時に、鳩山前総理は、政権交代の原点に戻って、再スタートしてほしい、そういう思いをいろいろな形で伝えられたわけでありまして、この鳩山総理の、前総理の思いを大切に受け止めて、この新しい政権で、国民の皆さんの信頼を回復し、そして、やるべきことをしっかりとやっていきたいと、このように思っております。この内閣としての抱負は、すでに所信表明演説、さらには代表質問への答弁等で、申し上げたところでありますが、改めて基本的なことについて申し上げたいと思います。私はこの20年間、特にバブル崩壊からのこの間、日本は経済的にも社会的にも大きな行き詰まりの中にあった、閉塞状態にあったと思っております。その閉塞状態の日本のこの閉塞を打ち破って、元気な日本を復活させる、これが私の内閣のやらなければならない第一の方向性、取り組みだと考えております。そのために、具体的には強い経済、強い財政、強い社会保障、これを一体として強い政治的なリーダーシップのもとに実現をしていく、このことを所信表明でも申し上げたところであります。簡単にこのことをもう一度申し上げてみますと、強い経済については、閉幕後の6月18日の閣議において、新成長戦略を閣議決定をいたしました。これは昨年の12月の30日に、基本方針というものを国民の皆さんにお示しをしてから、約半年の間、各省庁、あるいは各方面の意見を十分に聞きながら、取りまとめたものであります。最も大きな特徴は、課題解決型の政策となっているわけであります。環境問題に対しては、グリーンイノベーション、そして医療、介護、あるいは子育てといった問題に対して、ライフイノベーション、アジアの経済の成長に対して、そうした成長を日本も共にできるような、そういう関係を構築すること、さらには地域や観光という形で、新しい、需要を作り出していくこと、そしてこれを支える科学技術と人材、雇用、こういう形で構成されておりまして、2020年度までに、これからの10年間の平均で、名目成長率を 3%、そして実質成長率を 2%、これを上回る、そうした成長を実現する、そして失業率は 3% 台まで引き下げていく、
こういう方向性を示しているところであります。ぜひともこの内容についてはもう皆さんにお示しを、かなり詳しいものをお示しをしておりますので、国民の皆さんも関心のある方はホームページなどでぜひご覧をいただきたい、このように思っております。そしてこうした経済成長を支えるためには強い財政が必要であります。日本の現状は多くの方がご承知のように債務残高が GDP 比で 108% を超えているわけであります。これ以上借金を増やすことが本当に可能なのか、あのギリシャの例を引くまでもありませんが、財政が破綻したときには、多くの人の生活が破綻し、多くの社会保障が多くの面で破綻するわけでありまして、そういった意味では、強い財政は成長にとっても、社会保障にとってもなくてはならない大きな要素であることは言うまでもありません。そこで、この強い財政を作り出すために、まず第一にやらなければいけないことは、まさに無駄の削減ということであります。この間、こうした無駄の削減について、手を緩めているのかというようなご指摘も一部ありましたけれども、決してそうではありません。その証拠といっては恐縮ですが、その証拠にはですね、このための事業仕分けに最も強力な閣僚を配置をした、つまり蓮舫さんにこの責任者になっていただいたこと、さらには公務員人件費の削減には、現場政調会長を担当大臣となっていただいたこと、また国会議員の衆議院80名、参議院40名の削減などは、これは政党間の議論が中心になりますので、枝野幹事長に特にこの問題を取り組んでいただく、こういう形で徹底した無駄の削減は、まさにこれからが本番だと、そういった意気込みで取り組んでまいらなければならない。そして、強い財政を作るために、成長、経済の成長が必要であることは、これまで言うまではありません。これは先ほど申し上げたので、重複をしますので、具体的なことは重複を避けるために省きますが、成長戦略を確実に実行していく、そしてそれに加えて、税制の改革が必要だと、このように考えております。すでに皆様にお配りをしたマニフェストの中で、この財政再建のための基本的な方向性をかなり具体的に申し上げているところであります。まず一つの財政出動の原則として、いわゆるペイアズユーゴー、新たな政策の財源は既存予算の削減または収入増によって捻出することを原則とする、さらには2011年度の国債発行額を2010年度発行額を上回らないように全力を挙げる、さらには事業仕分けを活用した無駄遣いのさらなる削減、そして早期に結論を得ることを目指して、消費税を含む税制の抜本改革に関する協議を超党派で開始をしたいということもマニフェストに述べたところであります。さらに中期的には2015年までの基礎的財政収支、いわゆるプライマリーバランスの赤字を、対 GDP 比を2010年の10年度の2分の1以下にする、そして2020年度までには、このプライマリーバランスの黒字化を達成する、さらに2021年度以降においては、長期債務残高の対 GDP 比を安定的に低下させる、こういった方向性をマニフェストできちっと打ち出したところであります。消費税については、参議院の選挙が終わった中で、本格的な議論をスタートさせたいと思っております。
その折に、すでに申し上げましたように、自民党から提案をされている消費税率 10% ということも、一つの大きな参考にしていきたい、また、消費税の持つ逆進性を改めるために、複数税率、あるいは税の還付といった方式についても、合わせてしっかりと議論をしていきたい、このように考えております。いよいよこの国会終了を経て、近くカナダにおいて G8、G20 の会合があり、私も初めてそれに参加をさせていただきます。これまで財務大臣として G7 や G20 の会合には何度か出席をさせていただきました。その中で、やはり最大の課題となると思われるのは、財政再建、ヨーロッパを中心にした今の状況をどのようにして打開するか、これが世界経済に大きな影響を与えていますので、このことが大きな課題になろうと思っております。私は今日もこの場でも申し上げた、日本における考え方、つまりは成長と財政再建を両立させるにはこうするというやり方があるし、我が国日本はその道を取ろうとしているんだ、このことをしっかりと表明をし、他の国の参考にしていただければありがたい、このように思っております。こうした全体会議に加えて、個別会談も極めて重要だと思っております。すでに私が就任して以来、オバマ米大統領、温家宝中国の首相はじめ、各国の首脳と電話での会談は行ってまいりました。しかし、直接お会いする会談は、このカナダでのサミットが初めてということになります。まずオバマ大統領とは、電話会談の中でも確認をいたしました。日米同盟が日本外交の基軸であるということを改めて確認するとともに、もっと大きな観点から、この日本とアメリカの関係について意見交換をし、個人的にも信頼関係が高められればと思っております。私は日本は太平洋、つまり海洋国家であると同時に、アジアに属する国であり、またアメリカも太平洋を大変重視をし、アジアを重視をしておられます。そういった意味で、アジアと太平洋地域、ひいては世界の平和と安全に共に取り組んでいく、こういう姿勢を持って、日米の間における信頼関係をしっかりとしたものにできるよう、この会談がそういった会談になればありがたい、このように思っているところであります。胡錦涛主席とは、私が総理になる前にも何度かお会いをしたことがありますが、戦略的互恵関係を大事にするという、この原則も改めて確認し合いたいと思っております。また、ロシアのメドベージェフ大統領とは、私自身初めてお目にかかることになります。鳩山前総理が非常に力を入れられた日ロの多くの課題、最も難しいのはもちろん領土問題でありますけれども、私の場合はまだ初めてお目にかかるわけでありますから、まずは個人的な信頼関係をしっかりしたものにする第一歩とできればと、このように考えております。こういった形で、この新しい政権にとっても、そしてこの日本にとっても、こうした国々との関係性をしっかりとしたものにする第一歩として、この G8、G20 に臨んでいきたい、このことを申し上げて、私からの冒頭の発言とさせていただきます。それでは質疑に移りたいと思います。私の方から指名いたしますので、指名された方は、まず所属と名前を名乗っていただいてから質問を行ってください。質問は簡潔にお願いいたします。それでは質問のある方、挙手を願います。じゃあ、正面、中村さん。内地新聞の中村と申します。先ほどサミットについて言及がありましたけれども、日米首脳会談についてお伺いします。前鳩山政権は、米軍不問題を、移設問題にとって、
かなり日米関係に激化しましたけれども、この移設問題について、今回の会談でどのようなメッセージを伝えされようとしているのか、お伺いします。まず、この間も国会の答弁を含め、あるいは所信表明を含めて申し上げておりますように、鳩山総理の段階で結ばれた日米合意というものは、しっかりと踏まえて対応したい、同時に閣議決定をいたしました沖縄の負担軽減ということにも、これは政府として取り組むと同時に、場合によってはアメリカ政府にもですね、協力をいただきたい、こういう基本的なスタンス、そういう立場で臨んでまいりたいと、こう思っております。それでは次の質問を受けたいと思います。じゃあ、尾形さん。TBS の尾形です。総理は先ほどの冒頭発言でも税制改革についてお触れになりましたけれども、次の衆院選後の消費税増税ではですね、税率に関して自民党が掲げた 10% を一つの参考にするというふうにおっしゃいました。これは党の公約という認識でよろしいでしょうか。また、この総理発言をめぐって、民主党内から参院選の影響を懸念する声が出ていますとか、国民新党の亀井代表がですね、消費税増税の方針が正式に決まれば、連日離脱の事態もあるというふうにしています。党内や国民新党の理解をどのように得ていくお考えでしょうか。まず私が申し上げたのは、早期にこの問題についてですね、超党派で議論を始めたい、その場合に参考にすべきこととして、自民党が提案されている 10% というものを一つの参考にしたい、こう申し上げたわけであります。そういった意味で、そのこと自体は公約と受け止めていただいて結構ですが、それはあくまでこのマニフェストに申し上げたように、こういう方向での議論を始めたい、そのことについて、その努力は当然のこととして、参議院の選挙後にはやってまいります。また同時に、では、それまで何もしないで、いるのかということになれば、先だっての記者会見で申し上げましたように、2010年度内には、この問題についての一つの考え方を民主党としてもまとめていきたい。ですから何かこの選挙が終わったらすぐ何かこの消費税を引き上げるようなですね、そういう間違ったメッセージがもし国民の皆さんに伝わっているとすれば、それは全く間違いでありまして、まさに参議院選挙が終わった段階からこの問題を本格的な形で議論をスタートさせたい、それを公約という言い方をされるのは、まさに公約とお捉えいただいても結構であります。また国民新党の中でいろいろな意見が出ていることは聞いておりますけれども、選挙のマニフェストになるとですね、それぞれの党がそれぞれの独自性をこれまでも出してきたわけでありまして、そういう点では今回の問題もですね、例えば夫婦別姓なども国民新党は反対だということを明確にしておられますので、それは選挙における主張が異なるということと、政権離脱ということは私は若干の違いがあるのかなと、このように思っております。では次の質問を受けたいと思います。じゃあそちらの方で西山さん、手前に。西山さん、今の質問に関連するんですが、税というこの政治の最も根本的な問題で、国民新党との意見が違われて難しています。であればです、ね、参院選後に消費税率の引き上げに、参与を示すような政党、グループ、そういったものと新たな連立、あるいは協力関係を構築するという意思はおありなのかどうか、それから今回の参院選で、総理は財政問題を、そういった発言にも強調されておりましたが、参院選の最大の争点は財政問題のスタンスだというふうにお考えでしょうか。まず第1問目はもう先ほど申し上げたことでありますが、今から、超党派的な議論を呼びかけたいと思っておりまして、どういう皆さんが賛同いただけるのか、あるいはいただけないのか、
すべては参議院選挙の後からスタートするわけでありますから、今の段階でですね、その先の先のようなことをですね、何か聞かれても、それにお答えすることはあまり適切ではないと思っております。それからその財政問題を最大の争点にするのかと言われましたが、私が申し上げているのは、強い経済と強い財政と強い社会保障を一体的にやらなければならないんだということを最も強く申し上げているわけです。ですから何か財政だけ再建すればですね、いいとかそういうふうには考えていません。例えば消費税を上げて借金返しに充てる、これデフレ政策になりますからね。そうではなくて、成長も実現し、社会保障もより強いものにし、そして財政も健全化していく、この3つの目標を一体的に実行するというのが、まさに元気な日本を復活する大きな道筋だと思っておりますが、この3つのことを一体的に推進するというのが、最大の私たちが主張する、テーマというか、公約であります。それでは次の質問を真ん中後ろの方で、じゃあその出川さん、リーダーの前川職員の先ほど政権交代の前提に戻っているという話がありましたけれども、前回の衆議院選挙のマニフェストでは延滞を防止するということで取り調べ過程を必ず明記した明記をされていますが、ところが参議院選挙のマニフェストではそれが消えています。この現在のは何でかということと、この問題について、どういうふうに取り組んでいくのかというのを、マニフェストについて、今回、昨年のマニフェストの中で、継続して取り組むべきものは継続して取り組む形で申し上げ、また修正するべきものは、表現を含めて、修正をした形で提示をさせていただいております。個々の課題すべてを私もチェックをしておりませんが、特に変わっていないものについてすべて載せているわけではないというふうに承知をしておりまして、必ずしも考え方が変わったということではありません。それでは次の質問を受けたいと思います。じゃあこっちのあれで、じゃあ皆さん、産経新聞の船木と言います。先ほどから話になっているその消費税 の, その議論、我々からするとその突然なんか消費税という言葉が出てきたような感じがするんですけれども、そもそも総理、所信表明演説の時には、その消費税ということは言っておられなくて、それでその国会閉じた後 の, そのマニフェストの発表で、いきなりその消費税という言葉を出されて、何かその国会論戦をその避けたようなタイミングでの答申表明のように思えるんですけれども、それでいかがでしょうか。まず昨年の12月の税制大綱の中に、当時、税制調査会会長は藤井財務大臣でありましたが、その中にも消費税を検討するということは入っております。その後、私が財務大臣になり、税制調査会会長になった中では、特に所得税、法人税、消費税についてもしっかり議論してほしいということで、専門家の皆さんを中心に議論を進めていただいてまいりました。そして、このマニフェストについては、自民党が出された時期とそう大きく違わないと思いますが、ぎりぎりの党内調整をする中で、先ほど申し上げたような形の表現をしたわけでありまして、決して消費税ということがですね、突然に出てきたというふうには、私はこの経緯を踏まえてもですね、思っておりません。まさにマニフェストに沿った中で、その扱いについて私から申し上げたということであります。それでは、じゃあ、その外国プレスのディッキーさん。フィナンシャルタイムズのリュア・ディッキーと申しますが、総理は、選挙のすぐ後消費税を上がるということはないんですが、一番早いはいつ頃上がれると思いますか。それとですね、世論調査では結構消費税を上がるの反対の有権者がいると見えますよ。
そういう反対の有権者には、のことは どれぐらい心配でしょうか。よろしくお願いします。まあ、これは現場政調会長もですね、テレビ討論などで言っておられますように、もちろん、この超党派での協議というものがどうなるかということ、さらには逆進性を緩和するためには、複数税率を入れようと思えば、インボイスというものの準備が必要になります。還付という形を取ろうと思えば、やはり番号の導入が必要になります。番号などについても、すでに検討は開始をしておりますけれども、それを最終的に設計し、実現するまでには、やはり2年とか3年という時間が必要に一般的にはなりますので、それを考えればですね、やはりよほど早くても、どうなんでしょう、あまり私が日程を区切るのは好ましくないかと思いますが、少なくともこれから2年、3年、あるいはもう少しかかるんではないかと思っております。じゃあ、次の質問を受けたいと思います。じゃあ、真ん中前です。中央新聞の荒木と申します。地域主権制度についてお伺いします。鳩山前総理は、鳩山内閣の正面一番にと、地域主権改革を続けて、断ることに強調してきましたが、関東については、関心が薄いのではないかという見方もあります。関内閣にとって、地域主権は何丁目、何番地でしょう。国の財源権限を地方に移すことには、各省庁の強い抵抗があると思いますが、関東ではどのようにして実現していくお考えでしょうか。基本的には鳩山内閣として取り組んで、きたこの地域主権の実現という、その方向性、その取り組みは全く変わらない、重要性で取り組んでいきたいと思っております。この問題はですね、いろんな表現がありますが、私がよく表現をしていたのは、明治維新はですね、大変分権的な構造であった幕藩体制から、地方集権的な明治政府を作り上げて、しかし当時はそうせざるを得なかった外的状況があったわけですが、今日の日本はかなり成熟した国家でありますから、ある意味では幕藩体制というか、藩に多くのものを移すような形で、地方主権を進めるべきだというのは、私自身の持論でもあるところであります。と同時に議論をしていくとですね、具体的な問題になれば、例えば保育所一つにしてもですね、いや、それぞれの自治体にお願いをしたときに、いわゆるナショナルミニマムがしっかりと実現できるのかといった心配が、またいろんなところから出てくると、そういう場面も私もこの間でいくつか見ております。そういった意味で、基本的な取り組みは変えるつもりはありません。その中で、今申し上げたような問題も含めてですね、大いに議論を進めていきたいと。確か予定では、明日の閣議で一定の中間的な方向性を出すことになるんではないかと伺っております。では次の質問を受けたいと思います。こちらの列でいくと、じゃあ、松山さん。フジテレビの松山です。普天間の移設問題についてお伺いしますが、先ほど総理はオバマ大統領との会談で、日米合意をしっかりと踏まえていくということを伝えるとおっしゃいましたけれども、日米合意の中には、共同声明の中で、8月末までに辺野古周辺の移設について、位置や方法などについて決定するとありますけれども、ここの部分をどれぐらい厳格に8月末という期限を守るお考えなんでしょうか。今現在、沖縄県側はこれに対して反対の姿勢を示していますけれども、多少沖縄県の反対があったとしても、期限を優先でしっかりと取り組むというお考えなんでしょうか。私ですね、先日、2日後に、沖縄に、全戦没者追悼式典にお邪魔をする、それを前に、中山知事がこの官邸においでをいただいて、意見交換といいましょうか、少しお話をする機会がありました。そういった形で、オバマ大統領とは電話会談でありますけれども、
まあ、ある意味では日米合意そのものはしっかりそれを踏まえて守っていくという姿勢は崩しませんが、その前提の中でですね、特に沖縄の皆さんとの話し合いをこれから私としてはですね、本格的に始めなければならない、そのスタートが、まあ、先日の中井町との会談や23日の沖縄訪問だと思っております。まあ、合意の中で8月末までに、まあ、専門家における、まあ、結論というか、議論を終了するといった趣旨のことがあることはよく分かっております。ただですね、何かここで決めたらあとは問答無用とか、まあ、さらに2プラス2の日程も一応出ておりますが、ここで決めたら問答無用と、そういう意味合いにするということは考えておりません。まあ、例えば、家を建てようと、こういう設計図もある、ああいう設計図もあると、まあ、しかしその設計がたとえ固まったとしても、本当にどういう形で建てられるのかというのは、もちろんそこに今住んでおられる人やいろんな人の了解もいるわけでありますから、そういう意味では日米合意は合意としてしっかり踏まえつつ、その進め方についてはまさにこれからですね、米側とも、そして沖縄の皆さんともしっかり話し合っていきたい。まあ、多少追加的に言えばですね、この普天間移転の問題以外にもですね、例えば嘉手納以南の基地を返還するとか、あるいは海兵隊の一部をグアムに移転するとか、まあ、そういうこともこれまでのいろんな話し合いの中である部分、まあ、一つの合意があったり、あるいはそういう検討が進んでいるわけでありますから、私としてはこの普天間の移設問題は非常に難しい課題であることを十分に認識しながら慎重に進めていきますけれども、同時にそれと並行して沖縄の軽減、負担軽減になる問題は並行して進めていきたい、このように考えております。それでは質問を受けたいと思いますが、真ん中所、じゃあ立法者。マニフェスタについてなんですけれども、まあ、関東でおっしゃっているような経済成長や財政再建というのは、おそらく、まあ、どんな政権にメリットとしても優先的な課題になると思います。そこでお伺いしたいんですが、今回のマニフェストは、今質問にもありましたように、取り調べの可視化も消えていますし、ネット選挙という問題の文言も消えています。また、ワークライフバランスというところも消えていますが、このマニフェストの中にですね、まあ、韓政権ならではの韓カラーというものを我々どの辺に見出したらいいんでしょうか。総理が、まあ、最も思いやりが強い部分というのを教えていただければ。まあ、先ほども申し上げたように今回のマネストの中に書き込まれていなかったから全部それを政策として外したということではないということは先ほど申し上げたとおりです。私が今回のマネストで特に申し上げたかったことはですね、これはもう一貫して言っておりますが、去年の政権交代というのは、どういう国民的な皆さんの意思が、そうした力を生んだのかと、私なりに考えてきました。もちろんマニフェストも一つの大きな要素だったと思います。しかし、私はもっとその背景にはですね、バブル崩壊以降、20年間にわたるこの日本の経済社会の閉塞状態、例えば自殺者の数が3万人を超えて減ってこないとかですね、私は団塊の世代ですから、大体就職したら、最初は3万5千円の初任給がだんだん上がっていくのが普通だったわけですが、今の若い皆さんは必ずしも上がってこないどころか、非正規の場合は突然首を切られると、そういうことを含めて、何かこの日本社会がですね、うまくいってない、行き詰まっている、まあ、こういう思いを多くの国民の皆さんが持たれた。それがある時点では、小泉政権を誕生させるエネルギーにもなったわけですけれども、
結果として小泉政権もその20年にわたる閉塞状態を大きく打開することができなかった。そのエネルギーが昨年の秋の選挙では民主党政権を誕生させたと、このように私は理解をしているわけです。で、その国民の声に応えることが私の政権の最大の仕事だと。そこでまさにこの表紙に書きましたように、元気な日本を復活させると、元気な日本を復活させるために何をすべきか、まずは経済と財政と社会保障、これを強い経済、強い財政、強い社会保障を強い政治的なリーダーシップで実行していく、これがまさにこのマニフェストで最も国民の皆さんに申し上げ、またお約束をする課題であります。予定の時刻が迫ってきております。手短にお願いしたいと思いますが、そちらの方です。五十嵐さん。今総理は元気な日本を復活させるというふうにおっしゃいましたけれども、例えば消費税を 10% 上げても、総理ご自身がご指摘されたように社会保障の穴埋めにしかならないで、成長戦略なかなかつなげるのは難しいのではないかという指摘があります。総理ご自身としては最終的に税率としては何パーセントぐらいまでを国民は確保した方がよろしいというふうにお考えでしょうか。また今度 G20 で財政再建と縮小の両立を控えるということですけれども、消費税上げについては国際契約として方向性をしっかり打ち出すお考えはおありでしょうか。消費税の議論の中でですね、私もこの場でも申し上げたんですが、その前提になっている現実というものをぜひ国民の皆さんにもお理解をいただきたいと思うんです。決して私は増税がいいと、消費税を引き上げることがいいと言っているんではないんです。そうではなくて、今は税金ではなく赤字国債でもって多くの社会保障に関わる費用が賄われている。その結果 GDP108% を超えるいわゆる債務残高が累積しているわけです。で、この状態を同じように毎年赤字国債、一部建設国債含めてですね、発行していって、果たして持続可能性があるのか、あと100年持続できるということをどなたか保証してくださるんであれば、それはそういう道筋もあるでしょう。しかし、もし持続できなかったときに何が起きるかというのは、これはギリシャの例を見てもですね、まず起きることは福祉の切り下げであり、場合によっては人員整理であり、あるいは給料の引き下げであるわけでありまして、そういうことにならないために、総理財政を復活するにはどうするかということを申し上げているんです。ですから、何か新しいものをですね、この新たにこうどんどん買うためにですね、買うというか、使うために、こう上げたいというようにもし、誤解をいただいているとしていれば、そうではなくて、現在すでに、例えば予算総則の 例といいましょうか、ことを出せば、もともと消費税で、高齢者に関わる福祉の費用は賄うという、充当するということに、一応なっているわけですが。実際にかかっている費用は17兆かかっています。しかし、今の消費税で国分は約7兆です。ですから、その差額の実況は、実質的には赤字国債で毎年それを埋めてるわけですね。で、そういう形で継続できないとしたら、どうするんですかということを申し上げているわけです。ですから、そういう意味で、まずそうした認識を共有できる皆さんとしっかり議論したい、その議論の一つの材料としてですね、自民党から提案されている 10% というものを一つの参考にしていこう、こういう考えです。予定の時刻が迫っておりますが、最後の一問ということで受けたいと思います。じゃあ、藤田さん。今のお話に関連するから、2011年度予算の新規の国債発行額について、
具体的にその来年度予算をどのように、どのような方針で編成されるお考えなのか、それから消費税の具体的な引き上げについては今後2、3年かけてとおっしゃいましたが、閣議決定はその前に国民に支援を取るというお考えがあるのかどうか、まあ、来年度の、まあ、予算について、まあ、一つはですね、新成長戦略というものを組み上げましたから、これは単にウィッシュリスト的に扱うのではなく、どの分野に財政投入すれば、どういう成長が見込めるか、つまりは最も成長という観点から、効果の高いものをですね、判断をする、そういう基準として、この成長戦略を特にマクロ経済部分については位置づけたところであります。まあ、そういった意味ではですね、従来の予算編成がややもすれば、まあ、こういう力のある政治家が言ってるからとか、こういう団体が言ってるからとかですね、あるいは天下り先を守るためとか、別の要素で財政配分がされていた面が相当程度あったと思いますが、この次の予算、私の内閣ではですね、成長ということを一つの大きな軸において、もちろん他の部分が全くなくなるわけではありませんが、成長ということを大きな柱において、予算編成に当たりたいと、こう思っております。まあ、基本的には大きな税制改革をやるときには、やはりそういうものがまとまった段階で、国民の皆さんにですね、判断する機会を持ってもらうというのは、私は必要なことであろうと、こう思っております。それでは時間がまいりましたので、これをもちまして記者会見を終了させていただきます。ご協力ありがとうございました。どうもありがとうございました。